ヨス・ホイフェルトは、オランダ・ドレンテ州在園出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。2010年1月11日、セルティック FC と3年半の契約を締結したと発表された。遺跡金は約140万ポンド。同年1月30日に行われたハミルトン・アカデミカル FC 戦で遺跡後初出場を果たした。しかし続く。 キルマーノック FC 戦で太ももを負傷し、そのシーズンはそれ以降試合に出場していない。2010から11シーズンは開幕戦にスタメン出場し、リーグ戦に復帰している。2011年1月、FC コペンハーゲンへレンタル移籍。2011年8月にサウサンプトン FC にローンで加わるが、同年12月に完全移籍した。2014年9月、 ノリチシティ FC に、レンタル移籍。2015年1月26日、チャンピオンシップのミルウォール FC に、シーズン終了までレンタルで加入した。アイク、ソルノ対談後の2017年1月25日、FC トゥベンテと2年半の契約を結び10年ぶりに、母国へ復帰した。2018年6月5日、オレンジカウンティ SC に移籍。 同年12月30日に現役引退を表明した。ありがとうございます。